アルハンブラ宮殿のムカルナスムカルナスはイスラーム建築で使われる持ち送り構造の装飾の一種。類似の用語としてモカラベがあるが、モカラベはアルベイルという要素を使って鍾乳石に似せたデザイン全般を指す。ムカルナスは小さな尖ったくぼみが層をなして繰り返す形式でレンガ、石、漆喰、木などで作る。ドーム、高し隅、コーニス、イリスミセリ餅、 およびアーチやボールトの仮面などに使われることが多い。ムカルナスは、小入石の丸天井を意味するアラビア語で、10世紀中頃ロイラン北西部で発展した建築上の装飾であり、ほぼ同じ頃独自に北アフリカ中央部でも発展した、くぼみのような要素がそうなして並んだ立体的な建築装飾である。ムカルナスは、単純な幾何学的要素を数種類繰り返したもので、 ある。最初期のムカルナスとしては、イラクのサーマルアにほど近いユカイリードの支配者が、眠る、シャーフ・アルドーラ病、または、イマーム・ドゥアー病にある。他にも、スペインのグラナダにある、アルハンブラ宮殿、バグダードにあるバセド・パレス、エジプトのカイロにある、スルターン・コベの病などに見られる。ありがとうございます。